はい、森下梨沙です。27歳です。出身は東京です。現在は個人事業主として自身のビジネスを立ち上げています。私はずっとミス・ユニバース・ジャパンに出場したいと幼い頃から考えており、それこそ美馬ひろ子さんを中学生の時、アメリカに住んでいた時に拝見して、自分はずっと陸上をしてきて女の子らしくないと、いろいろな差別にも受けて文化に馴染めずにいました。その中で陸上をされていたひろ子さんが世界で活躍されているのを見て、美しさっていうのは様々な基準があって、一つだけではない、女の子らしさ一つだけではないっていうことを感じて、私もそれを将来体現して世界中の女の子たちに、女の子らしさは一つではないので自分を信じて挑戦してほしいというメッセージを伝えるために今回出場しています。27年間分の経験を今持って、その経験が自分の自信となって今回応募しているので、私は27年間ずっと自分に自信がなくてこのコンテストに応募できませんでした。しかしこの自信が世界へ日本代表として挑むべきだと確信しています。私はベストオブミス東京の大会で優勝をして、この大会にセミファイナリストとしてやってきました。しかし今また新しい38人のセミファイナリストと一緒に、たくさんのこれから課題がありますので、日々成長して貪欲に、そして初心を忘れずに日本代表を目指して頑張ります。そして世界一を取ります。ありがとうございます。